はい、今回はですね、北海道の中で、旭川の、 その最低気温、今シーズン最低気温を記録した江丹別に行ってみたいと思います。ここは昔東海大学があった場所ですね。その下をまっすぐと交差点を十字路を抜けていくと江丹別方面に向かっています。確か、氷点下24度かなんかの記録だったんだと思うんですけどね。ちょっと、今時間が10時17分だから少し緩んでるとは思うんですけどね。早朝はすごかったんじゃないかな。いやー、ちょっと晴れてるね。晴れてますよ。ここのすぐそこ先、右のところが雪捨て場、雪捨て場になってて、ダンプがどん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 入ってきて、一般車両は入れないですよ。ここから入ってきます。でここも下水処理場があったりとか、いろいろ広大な土地を利用して、まあ、活用してるんでしょうね。いやー、寒さがね、遠くの方の木とか見てもなんかこう伝わってくるような感じがしますよね。それでも交通量結構ありますね。はい、現在これは香神橋を渡っています。石狩川にまたがる橋で、その先に跨線橋もあるので JR の函館本線も走っています。明日通過で旭川札幌間結んでいます。今年はね、今シーズンはすごく雪少ないですよね。だから普通だったらもっと道路脇に雪、除雪の雪積んであるんだけど、全然ない感じで、沼田多度志線に向かって今進んでいて、でここで50キロ制限解除と60キロになります。北海道意外とね、白樺多いんですよね。白樺っていうのは基本的に荒れ地に入って最初に育つ樹木で、これの後に広葉樹とかいろいろ針葉樹が入ってくるんですよ。まあでも今日の道路アスファルトも出てますね、一部ね。逆にこれが少し溶けてまた凍るとブラックアイスバンチで危険な状態になるんですけどね。で、前方に上の方に見えるのが高速道路です。これ札幌に向かってます。はい、そしてここはいよいよ江丹別方面入ってきました。毎年ねこのエリアは今もうちょっと奥の方になるんだけど、このエリアは本当に寒いエリアになりますね。まあ、何もない場所だけど、道路はアスファルトないね。雪が乗っちゃって。江丹別動物霊園なんていうのもね、もうあるから江丹別だね。いやー、雪景色だ。北海道っぽいよね。まあ相当前の話だったけど、視聴者の人から、京都の人だったかな、北海道って冬車走ってないんですよねって言われたことあってね、峠越えの動画を作ったことありましたけどね。走ってますよ、ちゃんと。まだこれ完全に声が治ってないね。喉の風邪って嫌だよね、こういう風になるから。あー、でもなんか樹氷とかそういった感じじゃなくて、そんなに寒い感じじゃないな。時間経ったからかな。たまに
車とすれ違う感じで、前に作ったあの峠越えの動画に似てるけども、もうちょっと標高が上がってきたらあれか、キンキンになってくるか。いやー、この辺に来るとなんか一気に冷え込んできた雰囲気出てくるね。やっぱ河川敷近いとこっていうのはやっぱ水蒸気出るし、こんなになっちゃうんですね。これ右行くと高須ワッサム、左行くとホルカナイ江丹別、目指すは江丹別。うー、ゴミがカンカンが落ちてたぞ。そして曲がったとこなんだけども、ここも内田ザリガニが出てね、すごかったんだけど、かなり川の中いじくったからもういないんじゃないの。まだ見るのかな、どうなんでしょうね。何かこの広い敷地の中ってゴミを捨てる場所、集積所みたいのがいっぱいできてて、まあそういうとこしかないのかな。でもなんかそれでいいのかなっていう感じもするんだけども、この辺に来るとまたアスファルトが出てきた。もう少しで老別川のとこだけど、多分冬はもうどん詰まりで入れないと思うんだよね。どうなんだろう、もうちょっと行ってみようかな。これ越して、これ右行くと昔ちょっと前までのゴミ処理場、これ老別川の橋。うわー、凍ってるわー、すごい凍ってるわ。新しいゴミ処理場はここの先です。あ、なんか江丹別に来たぞっていう雰囲気にちょっとなってきたかな。はい、これこの先が江丹別の町の中に入ってきます。なんかちょっと穏やかだな。なんか江丹別の雪はなんか滑らかとかいう話もね、昔聞いたことあるんだけども、これ右行くと高須っていうところに行きます。そして道沿いが幌加内、幌加内はね江丹別よりもうちょっと行きますね。峠があるので、おー、山がなんかすごいね。はい、いよいよこのお蕎麦の有名な江丹別の町に入っていきます。江丹別の若者の里っていうのもあるんでね、牧場がこの辺が多い。お蕎麦は前に食べたけど美味しかったですね。お蕎麦屋さんがそこにあって、右に行くと江丹別ダム、寒いからやっぱりこっちテレビ局来てるね。NHK かな。で、その先のカーブを右に行くと幌加内、あ、でもいいか、西里じゃなくてやっぱり右の方行って牧場の多い方面に行ってみようかな。多分記録的なマイナスの温度が出たからテレビ局来ちゃったんだね。まあうちも似たようなもんだけども、でもちょっと もっと広域で動いてみたいと思うので、この今の走ってるあの幌加内峠に向かう道路の途中の右手にブルーチーズで、青いチーズで有名な
伊勢さんの牧場があります。ああ、木々がやっぱりこの辺来るとちょっとね寒いエリアになってきたから、霜がいっぱいついてるね、樹氷がついてる。なんかカレンダーになりそうな、カレンダーの写真になりそうな風景だね。もうちょっと先、あ、見えてきた。このね、伊勢ファームっていうところが青いチーズをやっている牧場。うわ、すごいね、これ。どっかね、右に入れるんだよね、道路が。そっから曲がってみたいと思うけど。駐車場ありますね。一応チェーンの履き替え場所とはなってんだけど、今チェーンなんて履かないからね。トラックもみんなスパイクか、あ、スノーか、スノータイヤ、スタッドレスタイヤだ。スパイクは禁止されてるんで、本当の積雪のあるとこ以外は禁止されてますからね。履いてる人いるけども、道路痛めるだけなんでやめてほしいですね。ちゃんとあの制限速度守れば普通に通れますからね、スタッドレスタイヤで。あ、これだな、右に入る道。右に入りたい。みんな冬でも飛ばすんだよね、危ないのに。随分ダンプが来るね。なんか工事やってんのかな。ここを右に入っていくと、この右の左の方に行くと短角牛の、飼育してる場所があって、肉牛ですね。おさらっぺ、ゲストハウスはおさらっぺだったかな。一度取材したことある。そして右に行くとダム方面に向かっていくから、まああれですよ、ほら手作りでオルガンとか作ってたおじさんの、楠木さんの住んでる場所になる。一時停止、はい、ピタッと止まりましょう。そして確認して来てないよね。はい、行きまーす。おお、なんか気持ちのいい場所だね。車降りたら別世界だと思うけど。ここもね、結構撮影に来てます。まあ夏場だけどね、いいところなんですよ。江丹別基本的にね、いいとこですよ。ほんとね、この辺はあの日本昔話に出てきそうな風景が続いていく場所で、あら綺麗だね。やっぱり氷点下が下がる台風に、あ、いや、すごいな、すごいな、あれなあ。この左手の方に上がっていくとダムですね。まあ、行けないんだろうな。ダムのそばまで行けるか。綺麗だね。これもなんかポスターとかカレンダーになりそうな風景です。さて、どうしようかな。ちょっとダム方向に向かってみようかな。そう、右行ったらね、戻ってしまうんですよ。これ左にちょっと行ってみようかな。よっ、一時停止だね、ここもね。ちゃんと止まりましょう。お、このほら草がすごいことになってる。除雪すごいね、入ってて。快感がありますよ、快感が。
うわ、車の中はヒーター入ってるからあったかいんだよね。今すごい格好私してるんで、整体の米沢先生から、あの授業行った、授業撮影行った時に風邪ひいたって話したら、普段よりあったかい格好して行きましたかって言って、してないですね、それダメですねって言われたんで、今回はがっちり着込んできました。確かね、この山の中にすごい林道が走ってて、前どこなんだろうってずっと山の中車で走ってきたことあるな。ここも酪農のうちだと思うけど、煙突から煙出てるね。あ、ワンちゃんいるわ、吠えるぞ。尻尾振ってるけどね、警戒して。お、走ってきたよ、野放しだ。何者が来たっていう警戒してんだね。いやー、すごい雪の道、すごい。この辺は別に犬に綱つけなくてもいいのかな。リードがついてないけども、あ、ダム見えてきたね。見えてきましたよ。さあ、氷点下24度の地はどんなものなのか、雪は柔らかいのか。本当のね、ダムの、まあ、真下っていうか、その近くに楠木さんの家があるんですよ。元気でいるんだろうか。またなんかいろんなもん作ってんのかな、旋盤使って。ん？これそうだと思う、このうち。そう、これ楠の木さんのうち。あれ、あー、重機入ってるよ。あー、元気でやってるみたいだね。ちょっと寄りませんけど、あ、ここで道閉鎖だわ。これ以上行きまへん。あらら、もう煙突から煙出てるからね、元気でやってるみたいだね。ああ、これね、戻り道方面はね、太陽が背にあるから道路がキラ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 してる。すごい綺麗、キラ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 してる。ほら、うわ、雪原もすごい綺麗。わかるかな、これ映像でわかるかな。もうね、宝石の中走ってるみたい。いやー、すごいなこれ。ちょっとあの止まって、車止まって降りれるような場所探そうかな。その前にまずあの、また犬が走って追っかけてくるんだろうな。車にいるからなんか大丈夫なんだけど、ちょっと怖いよね。尻尾振ってるから歓迎はされてると思うんだけども、なんか見たことないやつが来たぞみたいな感じで。うわー、すっごい綺麗。はい、また犬のとこ近づいてきた。犬見えてきた。犬もあいつまた来たぞって思ってるだろうな。ピカピカー、犬もピカピカってわかんのかな。すごい、2箇所から3箇所から煙が出てます。ワンちゃん襲ってこないで、頼むから。バイビュー。あ、今度、あ、お、来た来た来た、追っかけてきた。にゃろうって言ってんだろうな、きっと。何しに来たんだよみたいな。確かこの辺にね、公園があるんだけども、冬はもう閉じてると思うんで。いやー、すごいねー。あ、ここだった。だけど
この河川敷安全に泊まれそうだったらちょっと泊まってみたい。そこあたりどうかな。見通しが効いてくれれば OK です。あー、今日の私こんな格好してます。重装備だね。これ除雪した先からさ、もうキラ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 してすごいんだよこれ。ほら、でもなんかごつい手袋を持ってたんだけど、そんなに、まあ車降りてすぐだからそんなにあれだけども、やっぱり寒いんだろうなこれ。どうでしょうこれ。なんかね、この先で川の工事してるみたい。こんなにさ寒いのに水流れてる。全部凍ってないんだよね。うわ、なんかこう太陽に照らされるとすごいね。音がなんかよく響くような気がするな、寒いから。どこもかしこもキラキラじゃないこれ。うん、意外とちゃんと川流れてるな。あーでもなんか空気がすごくなんか新鮮な綺麗な気がする。どうですかこれね。え、寒いんだろうなやっぱりな。ずっといたら寒いんだと思う。寒さ感がね、伝わったかどうかっていうこともあるよね。いや、ここほら、ここ見てもキラキラじゃない。わかりますかこれ、キラキラ感。全部キラキラ。それしか言ってない。あのね、外から今行って車に戻ってきたら、体がとんでもなく冷えてることに気がつくね。やっぱり寒いんだこれ。今日もう完全防備の防寒してるからわかんないんだけど、とんでもなく寒いってこと分かった。こんなの下いたら足とかそういうとこがねキンキンになってる。短時間なのにキンキンになってる。まだ寒いんだねこれ。早朝はすごかったと思うなこれ。いやー、ここもすごいとこだな。うわー、完全に冷え切ってるね。あー素晴らしい。わあ、うおーすげえなこれ。これね、上から降ってきてるのね、あれなんだよね、太陽に照らされて冷えた樹氷が木から剥がれ落ちてきてるのね。だけどなんか幻想的だよね、すごいねこれ。いやーすごい。そして右にカメラ振っていくと、うわすごいでしょこれ。あーやっぱり寒いだけあるなこれな。すごいすごい。うん、あーさすが江丹別だね。もう今あのダンプが通ってったんだけど、あ水出るね、ウィンドウ車の。ちょっと窓汚れてたんで、ダンプが先走ってんだから、あの走ってるのね。あ、違う、除雪車だ。雪煙すごい。さりげにこう雪の粉が窓について、それ泥含んでるもんだから少しずつこう窓が汚れていく。こんな雪の中でウィンドウ車ちゃんと出して窓拭きます。
まあ雪国じゃない人からしたらこの雪の上を車が走ってるっていう事態が不思議な光景かもしれないね。意外とね、なんかあの走り出すと普通なんだけど、ほらほら猫出てきたよ、猫、びっくりした、まだいる、まだいる、まだちょっと減速しよう、危ない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 、あ、いっぱいいる、何これ、いっぱいいるぞ。あの走り出すと普通なんだけど、止まる時とかカーブが危ない。ここもねちょっとすごい場所だから一回車降りてみようかな。いやー見てよこれ、なんか地球じゃないみたいなこの風景。いやすごいね、これは寒いわね。ああ、あのずっと山の上の方にあの夏場行ける展望台が見える。まあ冬は行けないですよね。若者の里もこの先の方に、山の上にこういったところにある。あ、綺麗だね。どうですかこのマイナス24度下がる、まあ北海道では一番ぐらい寒いところ、ちょっと橋の上歩いてみようか。このギシギシ言う音すごいね、よりギシギシ言ってる、まあ、もう雪の上って言うんだけどよりギシギシ言ってる。いやーきっとすっごい寒いんだと思う、防寒着てるから分かりづらい。足跡いっぱいついてるよ、獣ので、根っこのところあるコブみたいになって面白いいやー流れる音が聞こえてる。こっちが反対側どうなんだろう、ちょっと、うん、これ除雪車でこれ削っていくからすごいねこの後もね。汚い水だなここは。ちょっとあ、なんか工事してるからか、それでそれが流れてきてて、でこのあのあれだね、雪の上に点々点ってついてるのは除雪車が吹っ飛ばした跡だね。ちょっと待って、さっきのあの野良猫みたいないっぱいいるのがうじゃ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 あの辺にいて、遠くから見たらネズミに見えるわ小さいから。なんだろうねあれ、飼い猫なのかな。おお、この先にはなんかちょっと美しい風景が待っている。いやすごいね、それにしても猫がすごいな、猫気にしてるよこっちを、見えるんだねやっぱりね。まあこんなとこでね、ちょっとぶらり旅、今回のどうでしたか。寒い中来てみました、こんな風に凍ってますよ。ということでまた次回お楽しみに。